皆さんこんばんは、レトロゲーム大好き春木まりです。はい、4月も最終日ですね、ついにということで、連休入ってる人もいると思いますし、5月の、今日の夜から、連休だっていう方も、多いんじゃないかなと思います。ということで、皆さんゴールデンウィークは何しますか？ゲームしますよねいや私もちょっとゲームをですねしたいなと思う、まあ、毎日してるんですけどしたいなと思ってですね、この間レトロゲームを久しぶりに、連休やる用ということで、めちゃめちゃ買ってきました。で、まあ、全部ご紹介してもよかったんですけど時間長くなっちゃうとあれなので、今日は、私が、この間、新しく買ってきた、ファミコンのゲームの中からですね、1000円以下で買ったものまあまあまあ結構ファミコンのゲーム中古だと安いものも多いですけど、1000円以下で購入した、ファミコンゲームを3つ、ご紹介させていただきたいと思います。でね、なんかいやたまたまなんですよ、まあ、1000円以下で買ったのいくつかあったんですけど、まあ、これにしようかなと思った3つがね、たまたま、漫画原作のゲームだったんですよ。どれもめっちゃ偶然じゃない？なので、私が今日はですね、漫画原作の、1000円以下で購入した、ファミコンゲームを3つ、ご紹介するっていうような形になります。なんか久しぶりになんかネットで、ね、買うのも楽しいけど、やっぱり実際に行くとあれですよね、なんか思ったよりいっぱい買っちゃうよねなんかすごい買っちゃって、見てください、これとかもめっちゃ可愛くない？新しく買ったの。これとかもう癒しです私のそう、あとこの見て見て、たぬきマリオと猫キノピオ、たぬきマリオと猫キノピオも買いましたということで、これしか見て手動くんだよ、いっぱい買い物をしてきた私ですが、その私が買った、1000円以下のレトロゲームを3つご紹介させていただきます。ちなみにですね、私が、この間行ったお店はですね、秋葉原にあります、スーパーポテトさんになります。そちらでゲームを買ってきましたということで、早速ですけど、今日紹介させていただく一つ目の、ソフトはこちらになっています。じゃん、セイントセイヤ黄金伝説完結編です。はい、値段はこちら858円になります。1000円以下、ね、この、セイントセイヤ黄金伝説完結編なんですけれども、アクション RPG みたいな感じですね。1988年に発売されているファミコンのゲームになっています。このシリーズかなり原作に忠実なんですよ。なのでセイントセイヤの、漫画の原作ファンの方もめちゃめちゃ楽しめる、ゲームかなと思います。で、まあ、ゲーム自体その一応続編という形にはなってるんですけれども、シリーズを引き継いでるわけじゃないというかな感じなので、この完結編単体でも、十分遊んでいただけるかなというふうに思います。ただですね、大体多分コミックセイントセイヤのコミックの、8から13巻ぐらいの、話を、ベースにしている、ゲームなんですけど、そのセイントセイヤの、原作を知ってる前提でなんかできてるんですよ、ゲームが。なのであの漫画の内容とかがわからない人にはちょっと難易度が高いゲームになるかなと思います。そうね、もう私が買ったポイントなんですけど、結構その私こういうキャラゲーって、まあ、当たり外れっていう言い方あれだななんかキャラゲーって、まあ、いろんなゲームあるんですけど好きなんですよね。でアクション系のゲームもすごい好きなので、まあ、ちょっとやりたいなと思って、まあ、セイントセイヤのね、このシリーズは割と、ね、ファンの方も多いのでちょっとやってみようかなと思って購入しました。はい、で、ま、結構その、ま、難易度もまあまあ高いと言われていて、あの途中でなんだろうな、そのコンティニューができないのでパスワードとかをちゃんと書いておかなきゃいけないですとか、あとはね、なんかそう一度倒されて
復活するっていうイベントとかが意外とあったりするので、それと実際の本当の敗北をうまく見極めないと、悲しいことになるというものがあったりとか、するような内容になってるかなと思います。これやったことある人います？結構楽しみでしょうがない楽しみでしょうがないゲームになっています。まあね、セイントセイヤの、ゲームは結構いろんなシリーズも出てはいるので、大体その中2個目っていう感じかなと思うんですよね。なのでぜひですね、漫画を読んだ後に楽しもうかなというふうに思っております。ということで、私が、買った、アニメ原作1000円以下の、ゲーム1個目はこちらの、セイントセイヤ黄金伝説完結編でした。はい、それでは、私が今日2つ目に、ご紹介させていただく、購入ソフトはこちらになっています。じゃん、うるせえやつら、ラムのウェディングベルです。はい、こちらは968円ギリギリ1000円以下っていう感じかなと思います。はい、こちらの、うるせえやつらラムのウェディングベルなんですけど、私の大好きジャレコさんから、発売されているゲームになっています。もともとはですね、1986年に、ジャレコさんが稼働している、モモコ 120% という、アーケードゲームが、ありまして、そちらをファミコンに、まあ、ゲーム移植するときに、このうるせえやつらラムのウェディングベルになったっていうような感じです。なのでこれも1986年に発売になっています。とモモコ 120% の方のキャラを変えてファミコンに移植したっていうような感じなんですよね。なので、まあ、登場する人物も、このうるせえやつらのラムちゃんとかキャラクターにはなるんですけど、まあ、内容としては、基本的にはそんなに原作に忠実じゃないというか、そう、ももこ 120% の内容を継いでいるというような感じのゲームになります。ただね、アクションゲームとしては、まあ、かなりクオリティ高いというか楽しめるゲームかなと。ゲームの内容としては、地震で学校が燃えちゃって時空が歪んじゃうっていうところが始まりで、それで、ラムちゃんが子供の姿になっちゃうんですよ。で、子供の姿になったラムちゃんが、未来へ行き、アタル君と結婚するというのが目的の、ゲームになっています。なんか内容としては不思議なんですけど、まあうるせえやつらだしいいかなっていう感じですで、そう、私アクションゲームとしてはすごい面白いゲームだなと思ってるのと、まあ単純にラムちゃんが可愛いっていう、はい、その理由でちょっとねずっとやりたくて、はい、購入をしました。まあ、あとジャレコさんのゲームなんでね、私の大好きジャレコさんのゲームは買わなきゃなっていう感じで購入させていただきました。これ結構ね楽しみな人やるの。しかも、ゲーム中の、BGM にラムのラブソングが使われているんですよ。それもいいよね。内容、その原作に忠実かどうかなんてもうこのキャラゲーは気にしないので、まあ、普通にキャラゲーという原点を捨てて、楽しみたいなと思って購入しました。これもね、いつか、実況でやると思うのでぜひぜひお楽しみにしてください。ということで、2個目に、ご紹介させていただいたのはこちら、うるせえやつら、ラムのウェディングベルでした。これ超楽しみ。それではですね、本日ラスト3つ目に、私が今日、ご紹介させていただくソフトはこちらになっています。じゃん、火の鳥砲兵画王の冒険です。はい、こちらはですね、1987年に、コナミさんから発売されているゲームになっています。値段言うの忘れた。値段は、ね、748円だから、最初の2つよりもこれが一番安かった。そうなんです。でもね、このゲーム私実はずっとやりたくて、前にやったんですけど、
ソフトを、どっかに引っ越しのタイミングとかでなくしてしまい、ちょっとねずっと買いたいなと思ってたゲームなんでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、こちらのゲームは、横スクロールの、アクションゲームになっています。火の鳥砲編っていう、映画が ありまして、それの、ゲーム版っていうようなイメージなんですけど、まあ基本的にそんなに忠実ではない原作に、まあ、忠実ではないかなと思います。なのでまあ普通に火の鳥の横スクロールアクションゲームという形で楽しめるゲームかなというふうに思っています。ゲームの内容としてはですね、全部で16ステージあるんですけれども、16ステージでこの火の鳥の彫刻のパーツを集めていくというようなものになっています。でポイントなんですけど、私がちょっとやりたかったと思っているポイントというか、あの火の鳥にこれのおすすめポイントはエンディングなんですよ。エンディングの、BGM でですね、アニメ主題歌の火の鳥のサビのメロディが流れるんですよ。もうそれをね聞きたくて、もうそれで買ったみたいな感じもうね、イメージとしてはなんかコナミワイワイワールドとか、そういうなんかパーツを探すみたいな、なんかそういうのにちょっとイメージ近いかなとは思うんですけど、そう、普通にアクションゲームとしてめちゃめちゃ面白かった記憶があってですね、まあ、久しぶりにやりたいなと思って購入いたしました。なんかね、若干確か目がチカチカするようなステージとかもなんかあった記憶はあるんですけど、ただねその、まあ、ゲームの世界観とかが私すごい好きで、まあワープとかも結構いろいろあるんですけど、そういうようなところをね久しぶりにちょっとやりたいなと思っているわけでございます。めちゃくちゃ楽しみ。パッケージもいいよね、これソフトのデザイン、いい、かっこいいよね、かっこいいわはい、ということで3つ目に私が、1000円以下で購入したのは、こちらの、火の鳥砲編ガオの冒険でした。はい、ということで、本日はこちらの、3つのソフトをご紹介させていただきました。セイントセイヤ黄金伝説完結編、うるせえやつらラムのウェディングベル、そして、火の鳥砲編ガオの冒険、はい、どれも1000円以下、すごくない？いや、なんかたまたま本当にね、漫画原作のもの3つをご紹介させていただきましたが、どれもまあ原作に忠実でないを置いといて、結構やっぱりゲームとしてですね、クオリティ高いものを買えたので、私はもうなんかめちゃくちゃウキウキでございます。楽しみまあこんな感じで、ちょっとね、連休前に、いっぱいゲームを買ったので、私はとてもね満足しております。これとかも買ったんだよ、これ見えるかな、こんな機械道中機とかも買いました。メガドライブ用ですけどこれもめちゃくちゃ楽しみやるな、私野球好きだからさ、はいこれはおまけね。はい、ということで、せっかく、ま、連休ですね、お家に、ま、なるべく外出を控えてお家にいましょうみたいな、感じの雰囲気になっていますので、チャンスです、皆さんレトロゲームやりましょうレトロゲームで、楽しい休日を送ってみてはいかがでしょうか。ということで本日は、以上になります。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価等々、していただけたら嬉しいですし、なんかレトロゲームにね、興味持っていただいたり、なんか懐かしいなと思ってまた、始めていただくとかね、してくれたら私はなんか嬉しいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。